見てください、タレが全然焦げてないんですよ。めちゃめちゃ美味しいです。なんかはい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は和風ディアボラを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。鶏胸肉、ほうれん草、焼肉のタレ、お酢、一味唐辛子、卵、ニンニク、水です。はい、それでは今日は和風ディアボラを作っていくんですけど、実はですね、キッコーマンさんから、仕事の依頼いただいてまして、このタレを使ってイタリア料理を、作ってくださいってことで、今日はディアボラを作っていきます。で、今日は社員の方にも来ていただいているので、登場していただきます。あ、どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと簡単になんですけど、はい、このタレの特徴を教えていただいてもいいですか。はい、我が家は焼肉屋さん、中からは、醤油屋が作ってる焼肉のタレなので、醤油ベースで、とにかく醤油にはこだわった商品です。そうなんですよね、はい、僕も結構味見させていただいたんですけど、はい、いろんなこのタレメーカーさんあると思うんですけど、醤油感がやはり強くて、ちょっとシャバメというか、シャバメな感じがあるんで、よりこう素材を生かしたような調理法ができるんで、今日はこれでディアボラを作っていきたいと思います。はい、お願いします。で、ちょっとまた後ほど試食の時に登場していただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは最初に鶏の下処理からやるんですけど、まず鶏に約 1% の塩を打って、鶏から余分な水分を抜いて、うまみを凝縮するという作業ですね。で、これは10分ほど置いていきます。で、鶏肉を、置いてる間に、付け合わせを作っていきます。ポーチドエッグを作っていくんですけど、これはタレがベースで辛いチキンになるので、ここで卵と一緒に食べることによってまろやかになって美味しいっていうような作り方でやっていきます。で、まずボウルに卵を割って、で、このお湯の中に、ポチャンってもするだけなんですけど、よりこう卵をこの中で早く固めてあげたいので、お酢を入れるんですけど、これがだいたい1リットルに対して 50cc ぐらい、もうなんかお酢のお湯って感じなんですけど、この中で茹でるといい感じにまとまります。で、状態は軽く沸いてるぐらい、だいたい90度ぐらいでやっていきます。で、ここにもう卵をゆっくり入れて、で、最初に軽くちょっとだけこう混ぜてあげると、勝手にもう丸くなるので、だからポーチドエッグの基本的な作り方って、結構こうぐる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 やって作るイメージがあるんですけど、そんな実際しなくてよくて、もう入れたら放置ですね。で、硬さによるんですけど、だいたい1分ぐらいですね。1分ぐらいこの中に泳がせてあげるだけですね。で、この後この水の中に落としていくんですけど、これはかなり酸っぱくなってるので、ここで真水に落としてあげて酢を落とすっていう作業です。で、今1分ほど経ったんですけど、このプルプル具合ですね、トロットロの状態、これで今余熱で火が入り続けるので、ここで真水に落としていきます。で、丸っぽくはなったんですけど、ちょっと形が不格好なので、必ずこのちょっと出たところとかをハサミとかちょっと切ってあげると綺麗に成形できます。見てください、丸くてめちゃくちゃ綺麗なポーチドエッグができました。で、これは水を、ペーパーかなんかで切って、はい、これでポーチドエッグが完成です。で、今10分ほど経って、こう鶏肉から水分が出てるんですけど、これは本当に余分な水分なので、これやるだけでまず料理っていうのはまずくならない、もうベースができるので、焼いただけで美味しい状態が作れてます。で、しっかりペーパーでこの水分を拭き取って、で、ここにタレを加えます。で、ディアボラってことなので、一味唐辛子の辛みですね、アクセントに加えます。で、このタレのベースをなじませていきます。で、これマリネの時間なんですけど、最低30分冷蔵庫で休ませて、この鶏胸肉の中にタレの旨味を入れてあげるってイメージなんですけど、最初に脱水して余分な水を抜いてるので、タレが入りやすくなってるんですよ。これってなんでマリネをするかっていうと、よりこうしっとりとパサパサなお肉にならないんですよね、このやり方をすると。
なので、まあ、最低30分なんですけど、この料理をするもう前日とかにこれやっといて冷蔵庫でも入れとけば大丈夫です。でこの状態マリネするんですけど、今日はですねもう1日前にやったのがあるので、でこれがあの1日マリネした鶏肉ですね。もう完全にあの色が変わって味が染み込んだ状態で、まあこのままもう焼いていいんじゃないかって思うかもしれないんですけど、このタレのまま焼いたら何が起こるかっていうと、タレっていうのは砂糖とか甘みがいっぱい入ってるので、このまま焼くとただ焦げるだけっていう風になっちゃうので、今日の一番のポイントなんですけど、この漬けた漬けダレを水で洗っていきます。でここにタレの倍量の水ですね、水を鶏肉にかけて、で今水でちょっと表面洗ったんですけど、ここで紙でペーパーで拭いて、これやることによってあの焦げないで綺麗な状態で焼くことができます。で今この下にタレのベースがあって水が入ってるんですけど、これっていうのは結局加熱してこのままタレだとやっぱ焦げちゃうんですよね。でミネラルウォーターが入ってることによって水分が飛んで焼いた時にちょうどいいとろみ具合になるんですよね。これ本当にポイントです。でタレは取っておきます。でそもそもこの焼肉のタレなんですけど、この1本買ったんだけどなんか冷蔵庫に眠っちゃったりとか使い切れない場合ってすごく多いと思うんですけど、この焼肉のタレはですね素材の味を生かしたタレになってるので、いろんな料理に使えて、僕このタレかなり試させていただいたんですけど、僕がやって美味しかったのは肉じゃがの醤油の部分をこのタレにやってもすごく美味しかったし、あの牛肉のスライスとかをこれでマリネして焼いてルッコラ乗せてレモンかけて食べるようなストラチェッティだったりとか、あとはもうチャーハンの醤油の部分このタレにやったらめちゃくちゃ美味しかったです。あとはですね最近流行りの麻薬卵ですね、あれのベースをこのタレでやったら本当に美味しかったですね。でこの鶏肉とこの卵の組み合わせで結構付け合わせにほうれん草をやることが多くて、まあ、定番のほうれん草ソテーをやっていきます。これはまあ適当に半分ぐらいにほうれん草を切ってもらって、あとはニンニクオイルやっていくので、ニンニクは潰す。でこの状態でもうあのほうれん草を1分ぐらいボイルしていきます。でほうれん草入ります。で本来はあの一味唐辛子が唐辛子入るんですけど、今日鶏肉自体は結構辛みが効いてるので、ほうれん草の方はニンニクの香りだけですね。で弱火から加熱してじっくりじっくりニンニクの香りを出してから茹でたほうれん草を入れたのがソテーです。でほうれん草が、まあ、軽くボイルできたのでちょっと水気を切ります。でニンニクの香りがしっかりと立ってきたので、ここで水を切ったほうれん草を加えます。でここであともう火を止めてこのニンニクオイルを和えるだけ。これだけでねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もうイタリアの定番の付け合わせですね。で付け合わせできたので次に鶏肉を焼いていきます。焼くときはこれまだ火ついてない状態です。オリーブオイルを焼く分だけ、本当もう少々小さじ1杯ぐらいで鶏肉を でここで火をつけて加熱していきます。鶏胸肉って結構あの厚みがあって火が入らないイメージあると思うんですけど、意外とですね今日 200g ぐらい2人前の量やってるんですけど、今日やるやり方だったらもう、まあ、5分ぐらい加熱したらもう火が入るっていう感じですね。で皮がついてないので今日これ焼きの時に意識するのが、まあ、焼き目をしっかりつけるというよりはこの後蒸し焼きにしていくので、こうバランスよくしっとりと仕上げてあげるっていうようなイメージですね。でじっくりじっくりこの低い温度から火を入れてあげることによって、このゆっくりと中に火が入るのでよりこうしっとりと仕上がるような感じです。でちょっと火が上がってきたらひっくり返す。でこの肉が焼けてる時の目安なんですけど、そもそも火が入ってないお肉っていうのは平らなんですよね。それが加熱していくことによってどんどんこう風船みたいにこう膨らんでいくんですよ。なので膨らんできたら焼きの、あの火が入っている目安ですね。でこの中の火の具合なんですけど、もう弱火から中火、もうずっとこの弱い温度でゆっくりやるっていうのがあのしっとりした鶏肉を焼くポイントですね。
で今この両面焼き色がついた状態でここから蒸していくんですけど、このタレを拭いた状態でもミネラルウォーターで洗った状態でも結構焦げるんですよ。なので蒸す前に一回軽くフライパンをきれいにしてそこから蒸していきます。では温度が上がってきたのでもう一回戻します。これでお水で薄めたタレを一気に加えて、で蒸すときは最初強火にして蒸します。でこれも3分ぐらいやれば火が入るのでこの状態で3分蒸していきます。はい、それでは3分蒸したので開けていきます。見てください、タレが全然焦げてないんですよ。で今の詰まり具合ですね、もうちょっともう加熱したらいい感じのソースなので、そしたら火を止めます。でお肉やるときにもうこのまま切っちゃいたいんですけど、これもしっとりお肉を仕上げるときのポイントなんですけど、今一回裏返して焼いた蒸した時間と同じ時間休ませることによって、今直接加熱はしてないんですけど余熱でじっくり火が入っていくので、この3分休ませるのがポイントです。でこれで休ませます。はい、それでは3分蒸した状態です。いい感じですね。でこれでこの鶏肉はバットに上げて、見てください、このタレのこの具合ですよ。もう完璧な今濃度ですね。これでもうあと温めて盛り付けに入っていきます。はい、いただきます。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。なんかタレですか、ドミニクのタレとも全くというかイタリアンですね。ありがとうございます。自社商品のポテンシャルが、はい、こんなおしゃれな美味しい料理になるとは思ってませんでした。ナイスコラボ実現です。ありがとうございます。ちなみにファビオさん、これどういう発想でここに行き着いたんですか。いや、なんかそもそもこの焼肉のタレとかってもうその旨味が全部入ってるので余計なことしなくていいんですよね、うん、そのニンニク感だったりとか、このリンゴのちょっとリンゴ感だったりとか、もう香りの要素って全部入ってるので、僕がやることってもう今日プラス1の仕事しかしてなくて、一味唐辛子を入れただけなんですよね。なのでもうこのタレを生かすってなったら本当にイタリア料理も合わせられるのかなって感じで。ありがとうございます。完璧なイタリアンになっていてとても驚きました。ありがとうございます。美味しいです。あとですね、今日のレシピはこれは普通にメイン料理としてもすごく美味しいんですけど、これ鶏がかなりしっとり仕上がってるじゃないですか、うん、はい、だから冷蔵庫に入れておつまみみたいな食べ方もできるんですよね。だから本当に重宝するレシピになってます。美味しいです。ピリ辛なのでお酒合いそうです、ですよね。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。美味しかったです。実はですね、このキコマのレシピなんですけど、先ほど登場していただいた小島ポンスケさんのレシピも載ってるので、下の概要欄の方に貼っとくので、よかったら見てみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。はい、あー、どうもー。
小島です。本助です。